甲子園に戻ってきた初戦見事な逆転勝利でしたが試合はどうご覧になってましたいやいやまあ初回ねどう,どうなるかと思ったんですけどねまあボールも高いしね5連打なんかあの初めてと思うんだけどまあよくあそこねあの守るものが良かったよく2点に収まったと思いますね。 まあ先発の佐伯は、まあ、それ以降はしっかりとゼロを並べましああのねあのなんていうか修正というかね、うんまあ、2回二、まあ、回もヒットを打たれたんですけど、まあ、それ以降はねあの低めに集めてねまあねあそこ、ね、ちょうど <laughs> チャンスでね、まあ、逆転のところだったしねもう、まあ、本人はもう1回いきたかったみたいですけどね。はい そして一振りで流れを変えたのが6回、佐藤輝明の逆転スリーランホームランでした、はいいやいや、まあ、あの結構、初回から、ね、あのなんていうか力を入れて飛ばしている感じがあったんで,、ねでまあね、5回まで、まあ、本当にヒット1本だったんですけど、ね、なんとかまあワンチャンス、ね、6回以降あるかなと思ったんですけど、ねまあ本当ね、あれもまあツアーアウトなんでなしからですからね。 本当クリーンアップ三人でね取った点なんで、まあその後の一点も大きかったですねやっぱりね。はい、やはりその後の木並みのタイムリー。そうですね。はい、だからまあ逆転はしないですけど一点そんなねですからまあそういう意味でね四点目のはものすごく大きかったですね。はい、そして系統に入りまして、うん、まあ石井も久しぶりのゼロを刻みましたね。うん、うん、まあね先頭ファブホール出してねちょっと嫌な感じだったけど。 7回以降は、ね、投げるピッチャーは、まあ、とにかく、ね、そのイニン,ングを冷点に抑えるというか、ねうんまあ、それは最終的な仕事と思うので、ねまあ、最後もね、あのも、ー、んだったけど本当に、ね、よくアウトしてくれましたよね。はい 最後は岩崎が締めましてそしてまあ岡田監督が以前この甲子園に帰ってきてからが大事だという話がありましたが、うん、まずその初戦を劣勢、ねね、の中でね今日やっぱりこの逆転勝ちしたいのは、ね、すごく大きいと思うし、まあ今日の、ねまあ、帰ってきての初戦だったんで今日の勝ち負けというのは、ね、ものすごく大きいと思いますね。はい 明日からはまあ9月の戦いに入るということになりますが、はい、どんな戦いがこう求められてきますかいやいや、もう、まあね、今回、ね、今日にあの直接対決ですけど、まあ、そういう意味でね他の,あのねチームに対してもやっぱり一戦一戦、ね、あの勝ちを積み重ねていくしかない,ないと思うんで、まあ、また、ねまああの今日勝ったという、ね、そういう流れというか、ねうん、そういう気持ちは、ね、ものすごく大きいと思うんで、まあ明日また、ね、またいいゲームをしたいですね。はい 明日は西勇気対菅野という、両投手の投げ合い、<え>どんなところ注目されますか。いやいや、まあ、ね、そんなチャンスないと思うんで。ね、もう一回二回のチャンスをね、ものできるようにね、えー。そういうゲームになると思うんで、そういうゲームをやってみたいですね。はい。やっていきたいですね。はい。ありがとうございました。はい、勝ちました。タイガース岡田監督でした。